皆様おはようございます。こちらは、無所属で、政治活動を、やっております。選挙は終わったばっかりですけども、また4年後に向けて、政治活動を、続けていきたいと思っております。よろしくお願いします。もともと私は前坂の方で、教育の、仕事を一番教育の仕事をしていました。学校現場の方も、部活の顧問とかやっていれば、休みは少ないんですが、それでも子どもの数が減っていますので、学校の教員そのものは、余っている状態でございます。ですから、公務員を増やす前に、まずは、若い子どもたちの数を、しっかりと増やしていく必要が、あると個人的には思っております。前坂の方も、もう男子女子の部活が、両方維持できないぐらいに、数が、減っていました。浜松の人口も、80万人ぐらいいますが、このまま、人口が減っていけば60万人ぐらいまで、減少すると言われていますので、今の、段階から、できる限り、一人でも多くの子どもを安心して産むことができるような、街づくりを目指して、頑張っていきたいと思っております。今後50年間で日本の人口が激減すると言われていますから、当然そうなると税収入も減っていきます。我々の年金も、維持することが難しくなってくると思います。日本の国家公務員は公務員の共済年金以外はおそらく、維持しないと、考えられますので、今の段階から、自分たちの、財産を守る知識とか、もしくは、子どもそのものを、増やしていけるようなそういった政策を、取り組んでいくべきだと個人的には考えております。今の日本の人口が1億2000万人くらいいますが、このまま減少すると1億人を切ることも考えられます。そして、韓国と北朝鮮も、また一つの国になるという、そういったシナリオも、出てきていますので、我々の町が、20年後30年後も発展していけるようなそういった町づくりにするためには、今から子どもを増やすか、もしくは、人材育成に力を入れて、国民一人一人の、力を、伸ばしていく必要があるんではないかなと、考えております。ですので、あ、こんにちは。はい、
結果を出せるようにですね。学校の方で仕事をしていましたので、政治の経験はまだございませんが、教育の経験を生かして頑張って調整をしていきたいと思っております。そして今の日本はやはり最大の問題は人口が減っているということだと思います。労働人口が激減していますので、ということは税収入も減ることにつながって我々の年金も不安になると、そういう悪循環に陥っていると思います。ですから、日本という国はまだ持ちこたえると思いますが、人口減少で真っ先に飛ばしを受けるのは地方の町々だと思います。東京はまだ地方から人口が流れていますからまだいいんですけども、我々の町も人口が流れていっています。ですから、一人でも多くの若い、子どもたちを、増やしていけるような、そういった、街づくりを目指していきたいと思っております。今の時代は21世紀ですから、21世紀というのは、変化の激しい時代です。で、前坂中学校もそうでしたが、今の学校教育というのは、答えを覚えるだけの教育になっています。答えを覚えるだけの教育というのは、日本が、発展途上国の時で、アメリカの、文化を真似していればよかったという、そういう時代の時の、学校教育だと思います。欧米に追いつけ追い越せの時代は、答えを覚えるだけの教育でよかったと思いますが、今はもう答えがないということと、アメリカ自身も影響力が下がっているということが、あると思います。ですから、自分たちで考えて、最適な答えを見つけることができるような、そういった教育をすることで、強い経済を作っていくべきだと、私は考えております。ですので、学校教育も21世紀に合った教育カリキュラムに変えることで新しい産業を、生み出していけるようにしていきたいなと思っております。そして今の日本は GDP が1年間確か500兆円ぐらいだと思います。日本の GDP は500兆円あります。ただ中国の GDP はもう1300兆円ありますから、日本の2倍以上あります。ですから、
これ以上他の国から引き離されないように日本も経済に力を入れていった方がいいと思っております。そういうためには新しい産業を起こしていかないと GDP は増えていきませんので、新しい産業を起こせるようなそういった街づくりを作っていきたいなと思っております。そして新しい産業を作るにはやはり自分の頭で考えて新しいものを作り出せるような人材を育成する必要があると思います。未来の日本を作るのは若い子どもたちですから、今の子どもたちが社会に出て活躍できるように21世紀型の教育に変えていくことが一番大事かなと思っております。そして子育て支援にも力を入れて、子育て世代の人たちも浜松に来てもらえるような人口が少しでも増えていけるような政策を提案をしていきたいなと考えております。世界の共通語というのは今は英語になっています。ですから学校教育は英語教育ではライティングとリーディングの教育をやっていますが、スピーキングは全然やっていない状態です。ですから学校教育でも英会話の力に教育に力を入れていきたいと思っております。情報化社会の21世紀は情報を自分でゲットしてそれを活用していくと、こういったスキルが重要になってくると思います。そして日本人も英語ができるようになれば、入手する情報の量としても格段にレベルアップしますので、そういった英会話教育と、そして起業家を養成するそういった学校教育も浜松だけでも取り入れていきたいなと考えております。起業家支援に力を入れることで新しい産業を我々の街で作ってもらおうと、新しい産業が生まれれば、雇用とお金が創出されますから、経済を良くするためにはやはり新しい産業を作っていく必要があると思います。ですので学校教育でも金融の教育、そして企業の教育で、あとは一番大事なのは英会話の学校教育と、こういったことに力を入れていくことで20年後30年後も経済的に発展していけるような街づくりを目指していきたいなと思っております。そして2040年ぐらいになると890ぐらいの自治体が消滅すると言われていますので、我々の町も消滅する側に行くのではなくて、発展していけるような町を目指していけるように、子育て支援、そして起業家支援、こういったことに力を入れていけるように頑張っていきたいなと思っております。英語教育は、もう避けて通れないと思います。いろんなアジア周辺諸国が、英語教育に力を入れています。その昔前はドイツ人も英語が話せませんでしたが、最近はドイツの方も英語教育に力を入れているおかげで、かなりネイティブのレベルになってきていると聞いています。前坂の方で、中学校の方で子どもを、ニュースの教育をしていました。教育現場ではやはり、子どもたちの能力は、かなり大人が持っている以上に高いと思います。適切な教育を、適切な教育の形にしていけば、当然今の子どもたちも英語を話せるようになると思います。21世紀は、英語は必須な時代だと思います。これからの子どもたちは、世界のどんな国に行っても英語で活躍できるような、そういったスキルを、身につけてもらいたいなと考えております。そのためにはまだ政治の経験はありませんが、教育の経験をフルに生かしてですね、20年30年後に投資できるような、そういった新しい政治を目指していきたいなと思っております。そして地方議員というのはいろんな仕事がありますが、大きな仕事としては、我々の税金の使い方を、賛成か反対か表明できるということだと思います。
我々の税金を市役所や県庁の公務員が予算案を作って、それに対して首長が賛成をするという形です。その予算案に対して賛成か反対かを言うのが地方議員の仕事ですから、そこは徹底的にメスを入れて、反対なところは反対と、簡単に賛成しないような、そういった議員像を目指して頑張っていきたいと思います。基本的な考え方としては、我々の税金はなるべく使わないようにして、経済を強くして、生活しやすい、そういった街づくりに、していくことが私の基本的な考え方です。この考え方をベースに、なるべく税金を使わないようにして、景気を良くしていく、そういった街づくりを目指していきたいなと思っております。ちなみに日本人全員の資産を集めると1800兆円ぐらいありますから、その一部でも使ってもらえるようになれば、税金などあげなくても全然景気は良くなると思います。今の日本の経済は下降トレンド、もしくは横ばいのレンジ相場だと思います。上昇トレンドがなかなか考えられないので、税金はなるべく使わないようにして景気を良くしていく、そういったスタンスが必要になってくると考えております。ですので、産業を強くして、無駄な税金を使わないように徹底的にメスを入れていく、こういったことが本来の政治家の仕事だと思います。将来の不安を払拭して、安心して生活できるような街にすれば、自然にお金の流れが生まれて景気は良くなってくると思います。ですので、税金が誰も使わないようにして景気を良くしていく、そういったスタンスで今後も、まだ4年後に向けてですね、政治活動をしていきたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。